皆さんどうもこんにちは、レザーワークス一点です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、小場処理マイスターへの道、川へのトレース編を解説していきたいと思います。その前に一つお知らせです。去年ですね、レザークラフトパーフェクトブック、こちらに引き続きですね、今年も、こちらレザークラフトマイスターブックですね、こちらの方にレザーワークス1点が、今年も掲載されましたので、こちら2ページ分ですね。もし本屋さんなど行く機会がありましたら、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。では本題に入っていきたいと思います。この小場処理マイスターへの道では、小場処理に影響を及ぼす、全ての作業ですね、それらを細かく解説していきたいと思います。先日の動画でもお伝えしたようにですね、小場処理は小場磨きが始まる前の段階ですね、そのすべての作業が、とても重要となります。先日の動画では、私の教室で生徒さんにお伝えしている小場レベルっていう捉え方、考え方についてですね、いずれ、小場磨きが始まる前の作業の解説をしてから、お話しするっていうふうにお伝えしたんですけども、生徒さんがその小場レベルの解説動画を見て、復習にもなりますので、ある程度早めの段階で小場レベルの話はしていきたいと思います。今回は川へのトレース編ですね。型紙など、川へのマーキング、トレースについてのお話です。今回も長いので、ちょっとパソコンのメモを見ながらお話ししていきたいと思います。まず川へのトレース、こういった型紙を川の銀面にトレースしていくんですけども、特殊な場合を除いて基本的には川の銀面側、表面側からトレースしていくような形になります。それはなぜかというと、裁断を、その後の裁断ですね、裁断を川の銀面側からしていくためですね。で、基本的に、裁断を川の銀面側からしていく理由っていうのはあるんですけども、川の裁断を床面、裏側ですね、裏側から、裁断をしてしまうリスクっていうのが大きく分けて、主に2つぐらいありますね。まず1つ目ですね、川の裁断、裁断は川包丁でもナイフでもカッターでも、綺麗に切れれば何でもいいんですけども、とにかく確実で正確に川の裁断ができない可能性がある方の場合ですね、うまくいかない場合、切った、下面が、ちゃんと切り切れずに繊維がボロボロになってしまうことがあります。で、裏面、床面にトレースして裏面からカットしていくってことは、革の銀面、表面ですね、表面が下にありますので、うまく切れなかった場合、大事な銀面側がボロボロに汚くなってしまう可能性があります。表面、銀面側からトレースして裁断した場合、表面に大事な銀面がありますのでね、万が一うまく切れなかったとしても、床面側の繊維がちょっとボロボロっとなっちゃうかもしれないんですけども、それであれば後から修正で綺麗にすることはできます。で、もう一つの理由ですね、床面側からトレースをして裁断していく場合、その場合革の銀面がマットの上に乗っているような形になります。で、裁断する革が硬かったりとか厚かったりする場合、切り慣れてないと結構必要以上に力入れてカットしちゃう方が多いんですけども、そうすると、下銀面側がマットの上に乗っていると滑るんですよね、結構。で、滑ってしまって断面が汚くなってしまうっていうことがありますので、それら、大きく分けてこの2つのリスクですねを回避するために、基本的には裁断は銀面側からということは、トレースも銀面側に行うと、そう考えて作業を進めていいかなと思います。続いて、銀面にトレースをする道具について解説していきたいと思います。大きく分けて、主に3つかなと思います。まずは目打ちなどですね、丸切り、目打ちですね、それから、銀ペン、あとは、似たような感じですけども、ボールペン、この、3種類でトレースしていくことが多いと思うんですけども、使用している革が主にヌメなど単人なめしの革が多い方ですね、そういった方はこういう丸切りですね、これで革にトレースして、特に
皮によって変えたりとか悩んだりすることはないかもしれないんですけども、使用している皮が、まあ、クロームなめしとか、あと模様のあるエンボスレザーなど、まあ、そういったものとか、あと柔らかい皮とかですね、まあ、いろんな皮を使う方は、まあ、皮の特徴とか種類によって何でトレースするかっていうのを使い分けていく必要があるかなと思います。で、分かりやすい図を、ホワイトボードに書いてみましたんで、ちょっとアナログですけどね、セットしますんでちょっとお待ちください。はい、では解説していきたいと思います。手書きですいませんねこっちが丸切りで、こっちがボールペンや銀ペンなどを書いたものですね。で、この下の部分がどちらも革で、ここに型紙、型紙ですね。で、丸切りでトレースする場合、ここからこの型紙のギリギリのところにトレースラインを引いていくような形になります。丸切りの場合、先端がすごい細いので、トレースした線もとてもシャープで細い線になりますね。それに対してこちらボールペンや銀ペンですね。ボールペンの場合、太さが 0.5mm、 銀ペンの場合もうちょっと太いんですけども、で、線を引くことになりますので、まずトレースして書いた線が 0.5mm もしくはそれ以上の太さがあると思ってください。こういった型紙をですね、ちょっと白に白ですいませんね、こういった型紙を革の銀面にトレースしていくんですけども、今回ですね、解説しているのは基本的に、小物、お財布とか小刃処理で仕上げるっていうのが前提です。例えばバッグとか袋物、あと返し縫いとかで断面が露出しないものに関してはまた別の話なので、小刃処理するっていうのが前提になるんですけども、その場合、この型紙をトレースして裁断していくとき、私の感覚としてはですね、誤差 0.5 ミリまでです。許容範囲が。で、これうちのお財布の場合、横幅 19.5 なんですけども、まあ、分かりやすく20センチ、200ミリだと考えた場合ですね、誤差が 0.5 ミリ以内ということは、 19.95 から20.05 までは大丈夫ということです。まあ、修正でなんとかなるという感じですね。なので、19.9 とか20.1 とかになってしまうと1ミリの誤差がありますので、ちょっと修正が難しい。まあ、大きい分には1ミリ切ればいいんですけども、残りの1ミリをうまく切るっていうのもなかなかちょっと困難なので、初めから綺麗に仕上げるのが理想的です。誤差を 0.5 ミリと以内と考えた時にですね、この型紙に対してボールペンや銀ペンで線を引いた時点で 0.5 ミリのアウトラインができます。もちろん型紙は今こちら片側ですけども、反対側にもありますので、反対側にも 0.5 ミリのアウトラインができたことになりますね。で、ここ見ていただくとちょっと小さくて分かりにくいんですけども、見てもらうと分かるように、引いた線に対してセンターをカットしたとしても、ここの型紙から 0.25 大きいラインができますね、断面が。で、これを反対側も同じことやったとすると、反対側も 0.25 を大きいカット面ができることになります。なので左右合わせて幅が 0.5 ミリ大きくなったっていう風になりますので、その時点で許容範囲内ギリギリということになりますね。引いたラインのセンターをうまく切ったとしても、左右合わせて 0.5 ミリ大きくなってしまうということなので、仮に、引いたラインの万が一外側を切ってしまった場合ですね、片側につき 0.5 ミリ、0.5 ミリ大きくなったとしたら、1ミリ大きくなってしまう可能性があるということですね。で、あともう一つは、この場合ですね、真ん中切ったとしても、ボールペンの半分のこのインクがですね、革の断面に残りますね。使う断面に。で、その断面をへり落としして、ここに残ったインクを、へり落としで取ってしまうっていうことであれば問題ないんですけども、例えば革が2枚、3枚、4枚と重なって、真ん中の層ですね、に来る場合、ここにボールペンのインクがちょっと残っていると、ボンド層というか革の断面のところにですね、黒いラインが残ってしまいますので、
ボールペンとか、まあ、銀ペンは後から消すことができますけども、あのボールペンのインクが残ってしまうっていう恐れがありますので、そういった点でもちょっと危険かなと思います。なのでこの図を見ていただいて分かるようにですね、丸切りとあとボールペンや銀ペンなどで引いた時の、まあ、そもそものラインの太さが違うっていうのと、その太かった場合どこを切るかで、完成するサイズが変わってしまうっていうところがありますので、それも踏まえた上で、トレースして裁断していくっていうのを気をつけてもらえればいいかなと思います。はい、続いてはですね、型紙を使わずに、四角いパーツなどをですね、粗立ちから本立ちしていく時の、注意点ですね。まあ、ここに書いてある、この黒い線ですね、これは一回り大きい粗立ちの状態だと思ってください。まあ、この図では四角くなってますけども、これが不規則な皮の形だったとしても、そこから四角を切り出す時の注意点ですね。まず粗立ち状態から、定規を使って本立ちをしていく時にですね、この赤い線のように基準となる直線をこのように一発切ります。その時にですね、生徒さん見ているとよくあるのが、まあ、こちらからこちらに向かって切っていった場合ですね、裁断の始まりの部分と終わりの部分がちょっとおかしくなることがあります。特に終わりの部分ですね、直線を切ってきて最後スッと反ってしまうことが結構ありますね。皆さんはどうでしょうか。最後までまっすぐ切れていますかね。切れているか切れていないかというよりかは、切れていないリスクがあるということなので、それだけちょっと注意して、でこの基準となる赤い線から例えば10センチのところで平行線を切りたいってなった時にですね、ここの赤い線から10センチのところちょんと、こっち側もちょんと2箇所ぐらい印をつけて定規を使ってまっすぐ切るんですけども、その時にですね、始まりと終わりのところがおかしくなっているリスクがあるので、マーキングするときにこのように一番端の部分から10センチのところにちょんと印をつけて、こちらも一番端のところから10センチのところにちょんと印をつけると、見ていただいて分かるようにですね、基準の最後のところがぐっと上がってますので、この上がった位置から10センチになってしまいます。そうするとですね、ここの線がですね、平行ではなくてちょっと上がった形になってしまうことがありますので、そういったことを防ぐためにですね、まっすぐ切れていたとしてもですね、この一番端ではなくちょっと内側に入った位置、こちらもスタートではなくちょっと内側に入った位置ぐらいから10センチの数字を測るというふうにした方が、おかしくなっているところから測ってしまわないというリスク回避になりますのでね、それをちょっと気をつけた方がいいかなと思います。はい、例えばお財布などの場合ですね、基本的には、四角いパーツの上に四角いパーツをどんどん重ねていくようなイメージ、そういう構造になります。もう角が丸くなっているとか、部分的に曲線があるとか、そういうことは別として、基本的には四角いパーツを上に重ねていくと、まあ、そういったアイテムの場合ですね、まずは基本的にこの各パーツをぴったり正確にですね、歪みやねじれなく裁断するっていうことがまずは絶対条件になります。そのためには、まずは正確なトレース、まあ、それぞれのリスクを理解した上での正確なトレースっていうのがとても大事になってきます。で、初めの作業がずれてしまうとですね、その後の作業を全てずれたところにずれたものを重ねていかなければいけなくなりますので、そのズレは工程が進めば進むほどどん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 大きなものになってきますね。その結果、小刃磨きがスタートする時点の段階で、あまり綺麗ではない断面が仕上がっていると。で、そこからの小刃磨きになると、とても苦労する小刃磨きで、仕上がりも綺麗ではないものになってしまうかなと思います。今回解説した革へのトレースっていうのは、実質的な作業をしていく、まあ、この前に革のベタすきとか厚さ調整とかっていうのもあるんですけども、それはまた次の動画か、まあ、今後紹介していくんですけども、作業としては、まあ、一番初めの方の作業にはなるんですけども、この段階から小刃磨き、小刃処理全体のその後の
流れっていうのをちゃんと意識しながら正確な作業をすることが、あの綺麗な小場面を作ることの第一歩かなと思いますので、では今回の、小場処理マイスターへの道、川へのトレース編ですね、いかがだったでしょうかね。今までの、皆さんの作業と比較して、まあ、もちろん、現時点でもあのこういったことは気をつけてる人はたくさんいると思うんですけども、まあ、私の教室の生徒さんの作業とか見ていると、この時点から小場処理のことを、ちゃんと意識して正確に、やれているっていうこともね、みんながみんなできているわけではないかなと思いますので、ぜひ気をつけて作業をしていただければと思います。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。今後ですね、この小場処理マイスターへの道ですね、どういう順番でやっていくか、作業途中でお見せできるものがあれば順番関係なく、実践解説としてお見せすることもあると思うんですけども、徐々に、いろんな解説していきたいと思います。できるだけ早めに、小場レベルのについての考え方、捉え方の解説もしていきますので、そちらもぜひお楽しみにしていただければと思います。それではまた今後の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。